桜と女子の心おぼろ月夜の紅で溶く時は春心は祇園春宵一刻破体千金とはよく言うたものじゃ。さあ今一つついでくれ。ああ風もないのに花がほろほろと散る。あれを見ているといかに武骨者のそれがしでもなぜか涙がにじんでくる。もう三味線はやめ、踊りもやめ、少し川風にでも吹かれたい。けよ川風柳がなびくそれに思いの洗い髪。さあもうこの辺で別れよ。ほかく男は白状者と申すか。男には男の仕事がある。まして今は大切なご時世じゃ。うかうかと花に浮かれてもおられまい。縁あらばまた会うぞ。さらばじゃ。